せーのせーで、こんにちは、姉です。妹です。みあいでーす。はーい、今日はこちらをやっていきたいと思います。はい、これはあのラビンズの9周年のお誕生日をお祝いした時に2人で作った作品なんですけど、はい、これがまだね途中なので、はい、手形をつけただけ。あとなんかこれ一応ウサギなんですけどね、お花みたいなのをつけただけなので、今日はそれに、まあ、絵の具とか用意したりとか、あとはこういうキラキラシールとかを買ってきたので、それで最後に作品を完成させるというところまでやりたいと思います。はい、すんごいモアナがおもちゃで遊んでる音が聞こえますが、今日はそれをやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていこう。うん、私はねもうプランが見えてるのでついてきてください。はい、ついてきます。まずは絵の具で9っていうのを入れたいので、9周年なのでだからここに9を入れたいと思います。絵の具、ね、これってさ黄色作れないよね。青と緑と白で黄色いける、わかんない。まあいろいろ混ぜてみる。とりあえずやってみようか。これ結構重要だよ。うん、超重要。ちっちゃい？ちっちゃい。え？もっと大きく。修正かな？うん、まだいける。え？これ書いてよじゃん。ねえ、わかるのならわかるのなら書いてよ。何やってるのよ。丸の大きさどんくらい？丸の大きさどんくらいって。何やってんだよ。おい、どんどん大胆に書いちゃうよ。いいよ。あ、そんな大きいんだね。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。ねえ、あ、ごめんごめんごめん、言いすぎるとまたなんか変かと思う。いいですね、色かわいい。ちょっとさ、ここにつけないのむずいんだけど。こういうやつ、いいじゃん。こういうぎゅうぎゅうな感じで、そのなんか私的に、私の考え的にドリームポップっていう風に書くんじゃなくて、ドリームっていう単語とポップっていう単語で存在させたかったのね。なんか書けば書くほど埋めたくなる。ね、びっしり埋まってんの可愛いよ。そうなんだよ。でもシールもあるから。うん、え？こういうね自由工作みたいなやつすごいやつ。これにさ、好きに絵描くの楽しいね。うん、たまに YouTube にする。定期的にアート企画、うん、アート企画いい。毎年秋になったらアートする。ああ、いいじゃん。芸術の秋、今年も来ました。いいか、好きなの描く時間いいね。え、いくな。はい、絵の具部分が終了です。終了です。こんな感じにできました。思ったより可愛くできてきた、ね。そしたら次は、次はこのシール、お待ちかね、シールをペタペタ貼っていきたいと思います。パンパカパーン、じゃーん、できました。完成しました。めちゃくちゃいい。スタートからは想像できない、想像をはるか超える可愛さに、はい、なりました。はい、キラキラ可愛くなりました。はい、これは10月13日の日曜日に佐倉市の氏家公民館でラビンズドリームポップ、そのイベント会場のどこかに、はい、はい、これが飾られていると思うので、ぜひ会場に見に来てください。はい、はい、思い出に見に来てください。また見てね。バイバイ。